この動画では誰でもできるようになる新ニーサの上級テクニックをお伝えします。お金と時間の学校の亮です。永久保存版、実は難しくない新ニーサの欲張り戦略という内容でやっていきます。ちなみに私はこういうキャリアなんですけども、気になる方は覗いてみてください。今日の動画の内容も永久保存版です。前々回の動画では新ニーサ戦略の全体像について、前回の動画では新ニーサの王道戦略について解説しました。そしてこの動画ではさらにもう一段上のレベルで新ニーサをうまく使っていく方法を徹底解説していきます。もっと効率的に成果を上げていきたい、自分で投資判断ができるようになりたいという方はもちろん、投資期間がそんなに長く取れない、投資の種銭があんまり多く取れない、そんな方が知っておくべき内容です。いや、そんなうまいやり方なんてないでしょう、そんな甘くはないよねと思っている人もいるかもしれませんが、タイトルにもある通り実は難しくありません。そんな2024年からのスタートとなる新ニーサの、これができると強いという欲張り戦略について徹底解説していきます。ですので投資初心者の人も投資経験の長い人も押さえておくべき内容です。投資期間が短かったりしてあんまりお金が増えない、あなたの大事なお金がむしろ減ってしまう、そんな残念なことにならずに2024年にスタートする新ニーサでより大きな成果をつかみたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。新ニーサの一番の強み、実は難しくない新ニーサの欲張り戦略とは、欲張り戦略の具体的なやり方、この3つでやっていきます。ではまず新ニーサの一番の強みですが、この点については前々回の動画で詳細を解説していますので、前々回の動画を見てもらえればと思いますが、今回のテーマである欲張り戦略を実践するための大事なポイントになるので、簡単に新ニーサの概要から一番の強みとなるポイントについてお伝えすると、新ニーサには大きく5つのポイントがあります。一つ目は積立枠と成長投資枠の併用が可能になりました。これまでの一般ニーサと積立ニーサが合体した感じです。二つ目は非課税期間が無期限になりました。年間の投資可能額が360万円に増額されました。投資可能な総額も増額され1800万円になりました。そして非課税枠は再利用が可能になりました。そしてこの5つのポイントのうち一番の強みは、この5つ目の非課税枠が再利用になっていることなんですね。この5つ目のポイントをうまく使えているか、これが今日のテーマである新ニーサの欲張り戦略を実践できるかどうかの大事な鍵になってきますので、ここから解説していきます。では次、実は難しくない新ニーサの欲張り戦略とはですが、新ニーサの欲張り戦略が何なのかを伝えるために、新しく生まれ変わって使いやすくなった新ニーサには大きく2つの戦略があることを押さえておいてください。これも前々回の動画で解説しているので、簡単にお伝えすると、その2つの戦略とは、超無難積立最大化戦略と資産形成が加速する成長最大化戦略。この2つの戦略の違いは、リターンと難易度のこの2つで比較したときに、リターンが無難で難易度が簡単な積立最大化戦略と、リターンは大きいんだけど難易度は少し難しくなる成長最大化戦略、基本この2つの戦略しかないんですね。そしてこちらの積立最大化戦略については前回の動画で解説しています。こちらの戦略の方が初心者向けなので、気になる方はチェックしておいてください。概要欄にリンクは載せておきますね。そして今回の動画では新ニーサをうまーく活用する欲張りな戦略になるので、こちら側の戦略になります。この資産形成が加速する成長最大化戦略ですね。ただこの戦略は実は難しくありません。ここに少し難しいとは書きましたが、前回の動画で解説した投資スキルが一切不要で小学生でもできるやり方と比べれば一定のハードルがあるというだけで、難しくてできないというものでは一切ありません。資産形成が加速する成長最大化戦略、この言葉の通り成長投資枠を有効
効活用していく方法です。新NISA の1800万円の枠のうち1200万円の成長投資枠を最大限に活用していくのみです。成長が期待できる投資先をチョイスして投資していきましょう。そしてその投資先が成長しなくなってきたら、新NISAの一番の強みであるこの5つ目の非課税枠の再利用の制度を利用して、成長が見込めなくなってきた投資先を売却して、空いた枠を利用して成長が期待できる他の銘柄に必要に応じて乗り換えていく、この投資判断をするだけです。いや、その判断が面倒なんだなと思った人もいるかもしれませんが、長期目線の投資先の判断なので、年に 1,2 回チェックするだけでも十分です。そんなに手間がかかるものではありません。むしろ頻繁に投資先を入れ替えようとすることは、ああまずい下がってきちゃったと不安に駆られて焦って投資判断をしてしまうとか、なんかあっちの銘柄の方が儲かりそうだぞと欲にまみれてしまい、投資ではなく投機的な判断となってしまう、そんな可能性が高くなりますので、投資先の株価や業績のチェックは年に数回で十分です。それにチェックをした結果、特に問題なければ投資をし続けるだけなので、実際に銘柄を入れ替えたりすることはそんなに頻繁に起こるものではありません。ですので、この成長最大化戦略はそんなにハードルが高いものじゃないんですね。いや、それはそうだけど、その成長が期待できて市場の平均よりも値上がりが期待できる投資先を見つけていくのは大変なんでしょうと、心の中でツッコミを入れたくなった人が多いと思いますので、実は大変じゃない、そして難しくもない、新NISAの欲張り戦略である成長最大化戦略、これの具体的なやり方について最後に解説していきます。では次、欲張り戦略の具体的なやり方ですが、この具体的なやり方をお伝えする前に一つだけ注意喚起です。この成長投資枠を生かした成長最大化戦略は自分でできるようになること、ここは絶対に忘れないでください。これは前々回の動画でもお伝えしていますが、この欲張り戦略を実行していくための投資判断で他人を頼ることはしないでください。これまでの過去の動画でも何度も言っていますが、プロが投資判断してくれるアクティブファンドは基本的に全てぼったくりです。他にもたくさんプロに運用をお任せする方法はありますが、コスト負けしてしまうものが大半です。あるいはコスト負けはしなくてもコストが大きすぎてお金がほとんど増えない、こんなことになってしまってはわざわざリスクを取って投資をしている意味がありませんよね。ですので、この欲張り戦略を実行していくのであれば、すべて自分の投資判断で行ってください。投資は自己責任ではありません。投資は自己責任じゃないとうまくいかないから自己責任です。ですので、自分で判断することができる投資家としての戦闘力を上げていきましょう。世界一有名な投資家ウォーレン・バフェットの言葉にも、分散投資は無知を保護する手段だ、投資を理解している人にとって分散投資は理にかなっていない、こんな言葉があります。ですので、投資をしっかり理解して新NISAの成長投資枠を生かして、欲張りなこっちの戦略ができるようになるための具体的なやり方である投資先の見つけ方の切り口について、この動画で3つ紹介したいと思います。1つ目は、生きるために欠かせないものを供給しているか。この考え方はものすごくシンプルです。生活をする上で欠かせないものを供給している企業か、この1点のみです。生活に欠かせないものであれば、人口が増えて必要となる量も多くなるので、人口の伸びと合わせて売上も伸びて利益も伸びて株価も伸びますよね。日本の人口は減っていきますが、世界人口は伸び続けていくわけなので、全世界に生活に欠かせないものを供給している企業は成長が期待できるわけですね。これは例を挙げればキリがありませんが、一つは衣食住の環境がありますね。例えばユニクロはキャッチコピーのライフウェアの名の通り、生活
活に欠かすことのできない服をクオリティ高く安価でより多くの人に届けているから大きく成長しています。ネット環境やスマホなども生活に欠かせないものとなっていますね。15年前であればスマホを使っている人は全くいませんでしたが、10年もかからないうちにスマホはなくてはならない存在となり、Apple は急成長を遂げました。またこれからイノベーションによる新しいテクノロジーの普及もありますから、これからの未来に目を向ければ、生活に欠かせなくなるものは意外と簡単に見つけることができます。そしてその生活に欠かせないものが今後どれだけ普及していくのか、ここをチェックしていくだけです。そして普及しきった後、成長が見込めなくなってきたら、その銘柄を売って次の投資先を見つけていけばいいだけです。特に難しいことではありませんよね。二つ目は周りに揺るがされない壁があるか。これはその投資先の事業の参入障壁が高いかどうかという観点です。他の会社が入りにくい高いハードルがあれば、すでにその事業をやっている会社の業績はもちろん安定的に成長しやすいです。さらに競合他社も少ないので価格競争になりにくく利益も確保しやすいですね。そうすればもちろん株価も上がりやすいわけです。そしてその壁というのもいろいろな切り口があって、法律や規制に守られているとか、他の追随を許さない圧倒的なブランドを持っているとか、物流インフラなどの優れたサプライチェーンを持っているとか、地理的に他社が参入しやすい状況にあるとか、文化的に特定の地域に浸透していて他の会社が入る余地がないとか、ニッチな市場を特定の企業が独占していて他の企業が入る余地がそもそもないとか、こういった壁がしっかりある企業であれば将来成長してくれる可能性が高い。そしてその壁があり続けて成長もしているのであれば投資を続けるだけですし、その壁がなくなって他の企業が参入してきて旨味がなくなってしまったのであれば売って他の投資先を見つけていくだけです。この壁があるのかという判断で投資先を見極めていくこともそんなに難しいことではありませんよね。そして最後3つ目は自分の身の回りで探す。これもめちゃくちゃ簡単です。自分の身の回りで探すだけです。自分の好きなものとかハマっているもの、自分の家族がハマっているもの、友達が熱中しているもの、こういったものやサービスを提供している企業が投資先にならないかを考えたり、自分の会社よりも優秀な競合他社を投資先にしたり、自分の会社で勢いのある取引先の業界をチェックしたり、こんなこともできます。これであれば日々の生活の中で気づくことができるので、見つけるのに手間も一切かかりません。いつもの生活の中でほんの少しアンテナを立てられるのか、周りに目を向けることができるかどうか、これだけです。そして周りを見続けて今も熱中させ続ける魅力があるのか、イケイケの勢いがあるのか、ここをチェックして、その勢いがあるのであれば投資をし続けるだけ、逆にその勢いが弱くなってきたのであれば売って他の銘柄を見つけていくだけ、別に難しくないですよね。このように実は投資は難しく考える必要はあまりありません。投資の知識やスキルやテクニックを手に入れていくことも大事ではあるのですが、今日紹介したような見つけ方や切り口の方が役立ちます。知識やスキルそのものよりも投資家として気づくことができるのか、このアンテナの方が圧倒的に重要です。そしてそのアンテナさえあれば、あなたの資産形成を加速してくれる欲張りなこの成長最大化戦略は実は簡単に実践できますので、新ニーサをうまく利用してあなたのより良い未来のために資産形成を加速させていきましょう。ちなみにこの考え方や切り口を他にももっとたくさん知ってできるようになりたいと思った人は、より具体的な考え方や他の
切り口などを LINE アカウント限定で提供していますので、概要欄もチェックしておいてください。では最後に大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。永久保存版、実は難しくない新NISA の欲張り戦略という内容でやってきました。新NISA の戦略には大きくこの2つがありますが、誰でもできるようになれる新NISA の上級テクニックですので、こっちの成長最大化戦略になります。やり方はものすごくシンプル。1800万円の非課税枠のうちの1200万円の成長投資枠をうまく活用していく方法です。これは新NISA の一番の特徴であるこの非課税枠が再利用なこの仕組みを使ってより大きな成長が期待できる先に投資をし続けるだけ。そしてその成長が期待できる投資先を見つける方法が3つあって、1つは生きるために欠かせないものを供給しているか。生活に欠かせないものであれば人口の伸び、経済の伸びに合わせて成長していきます。またその生活に欠かせないものとなる新しいジャンルもたくさん出てきます。2つ目は周りに揺るがされない壁があるか。これはその投資先の事業の参入障壁が高いかどうかという観点です。壁に守られていれば利益も残しやすいです。どんな壁に守られているのか、この視点で投資先を見つけていきましょう。そして3つ目は自分の身の回りで探す。自分の周りや家族や友人、同僚、他には自分の会社の競合や取引先、こういったところで熱中させているものやサービス、勢いのあるものやサービスを提供している投資先を見つけていきましょう。日々の生活の中で見つけることができるので、あなたの投資家視点のアンテナがあれば OK です。特に手間もかかりません。特に難しいことでもありません。つまりこの欲張りな新NISA の成長最大化戦略は誰でもできるようになれることですので、あなたも実践できるようになって、新NISA制度をフル活用できるようになって、資産形成を加速させていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんからのご質問やご相談、感想などもお待ちしております。また LINE の登録特典もたくさんありますので、ぜひ受け取ってください。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。